香織さんちってヨット持ってんですか。すごいですね。え、いつですか。おい。なんだよその顔は。何が香織ちゃんだよ。そいつのせいで長官来るまで働かされてんだぞ。貴重な客だろ。大人の話なんだから未成年は口出しすんなよな。未成年って言うな。だって、本当だろ。朝っぱらからちしくり合ってんじゃねえよ。喧嘩だぜ。喧嘩もだよ。つーか勝手に人ん家入ってくんなよ。お前ら今日から下の店店長やってくれないか。え、急なんだけど 2,3 年バリでのんびりしてこようかと思ってよ。お前ら店やりたいって言ってたよ。こうなったら逃げるが勝ちだ。上の連中、偽札と一緒にコンクリート人間まで沈めてやがって。見ちゃうだろうがよ、横田も賢治も。二人とも真っ青な顔して上がってくるしよ。それを連中ときたら簡単なもんだよ。見なかったことにしてやってくださいの一言で済ますんだからね。急に言われたって困るんだよ。おかげで横田には見なかったふりされちまうしよ。賢治だけ見なかったことになってりゃ、そりゃ横田だって何事だこりゃってなっちまうだろうが。保身のために偽札の一枚でも抜いておこうって気にもならない。まあ桂木さんはイメージないのによくやってるなと思いますよ。悟る、言いたいことがあるんならはっきり言えよな。家賃だけ入金しといてくれりゃ、儲けた分は全部お前らのもんでいいからよ。やる、やるやる。店の家賃はいくらですか。着いたら詳しく連絡するよ。人に聞かれたらちゃんとバリだって言っとけよな。そうして俺はロスだ。バリのふりしてロスだよ。でもいいか。とにかく俺はもう行くから。なんだ、俺宛てじゃねえか。あ、それ店に長官来てた時に落ちてましたよ。落ちてた。わざわざ3階に届けてやったのに、あんたいねえし。なんだ、壊れてなかったのかよ。香織ちゃんだ。もしもし。すみませんでした。なんかスマホ調子悪くて。あ、切れた。貸してみ、見てやるよ。見るって直せるの。どうかしたんですか。すごい汗ですよ。なんか変。変って。変なのはてめえらだろ。そういう趣味かよ。電話直すのは趣味じゃねえよ。大丈夫ですか。あれ、何なんだよ。具合悪そうですよ。だから変だよな。疲れてるせいかな。あったまいてえな。ちょっと水もらうな。頭痛か。頭痛にはこれが一番だぞ。おい！おい。は？なんだよこれ。俺はな、禁煙中なんだよ。バカにするな。何してんだよ。危ねえだろ。おかしいぜあんた。そうか、カズラギだ。あいつら俺に何かしたんだ。また変なこと言ってるぜ。違うんだ、聞け。人間の頭の中をいじくり回せる奴がいるんだよ。奴ら人間を思い通りに動かせるんだ。いるんだよそういう奴が。現に横田が飛んでったんだ。本当だって信じろよ。この錯乱状態の俺が証拠だろ。ああ本当だな。どうしたか、お前らが潰し屋。
なんかおかしいなとは思ってたんですよね。いきなりバリに行くとか言って妙な感じでしたよ。しかしまあよりによって殺人とはな。まあ横田ならいつそうなってもおかしくはなかったですけどね。あいつ昔から自暴自棄なやつでしたからね。まともな死に方はしないだろうとは思ってましたよ。ひでえやつだよな横田は。えらい迷惑だったんだろう。そうですよ、こっちまで取り調べされちゃいましたしね。あ、でも安心してくださいよ、葛城さんの仕事の件は何も喋っちゃいないですからね。その点なら微塵も心配してねえよ。あ、来たかお前ら。なんだ、検事の親戚かなんかか。違いますよ葛城さん、こいつらに横田の部屋貸してやってたんですよ。荷物の整理は済んだのか。ええ、家具もあったものを使わせてもらっていたし、お世話になりました。まあ普通殺人犯の部屋には住みたかねえよな。お前らも横田のとばっちりで面倒だったけど、ちゃんとバイト代払ってやるんだから勘弁しろよな。いらないよ。え、あんたのタバコ代にしなよ。え、マジ。ロッキー。じゃあさよなら。